市議会議員の川口博です。何度も語ってるんですが、待機児童の解消について、少しお話をさせていただきます。担当の部局がですね、今の枠組みで一生懸命、頑張って待機児童といいますか、施設の入所枠を増やしてまいりました。一番大きかったのは、既存の民間保育園の建て替えというのが一番大きかったと思います。その他、預かり制度とかですね、いろいろな、施策を打ってまいりました。しかしながら、まだまだ、待機児童が、もう解消できてない状況でございます。で、私はやはりお金かけて新しいのを建てるの、また建て替えも大事ですが、既存の幼稚園はかなり余裕があるところもあります。で、幼稚園の方にも何度か足を運んで相談しますと、やはり給料の考え方も違う、就業時間も違う、そして省庁の縦割りもですね、未だに残っておる中、そして今慣れてない0歳、1歳、赤ちゃんを預かるリスク、事故とかのリスク、慣れてないので大変不安だと。お金もかけて施設を整備して、事故を起こしたんじゃたまらないということでですね、二の足を踏まれます。そういった中で、01は、ハイハイをするから部屋の中での保育になります。1人3.3平米で、大きなクラスになりますと今度は外で遊びますので、一定規模以上の1人頭の運動場がいることになります。できたら幼稚園の方でですね、01が預かりにくいなら2歳児ぐらいから預かることも検討していいんじゃないか、余裕教室がある、そこを使っていただいて、2歳児、3歳児、4歳児、5歳児、その保育を今の幼稚園の施設を使ってやっていただく。そうすれば、二重な投資はいりませんし、早い段階ですぐにでも、待機の方たちを受け入れることができるんじゃないか、そういったことを今提案しているところでございます。新しいのを建てて将来子どもが増えていくかどうかわからない、保育所増えてもそう大きくは増えていかないと思います。そして今から建てるのに2年3年かかって、ずっと待ってもらうよりも今ある施設を有効にお貸しいただく、または2歳児以上の子でいいから受け入れをお願いしていく、そのような取り組みの方が大切じゃないかな。今20人の保育園も認めたりしてます。そこには大きなクラスが作れない、最低60ぐらいないと園としては長期的には成り立ちません。そういった中で苦肉の策で、認めてきております。待機児童への応援の事業も、充実させております。しかしながら本当は働かざるを得ないので預けたい、そのニーズをですね、一日も早く、満たしてあげて、安心して働けて、そして愛情を持って子どもを育てられる、環境づくりに、頑張っていきたいと思います。